たんだ。私って嘘とごまかしばかりなのね。ちぐはぐなの。いつかもチャンスが大きい方がいいとか、お菓子が好きだからとか、オーディションとか、いろいろ言い訳がましいこと。自分の気持ちを慰めるためのごまかしの言葉だよ。本当は違う。カナタさんがいたから。カナタさんがいるんじゃもう絶対私には望みがないから、だから諦めたの。ほらね、私またこうやってこんなこと言って翔吾くんを引き止めようとしてる。ずるい、悪い人間なんだ。ごめんね。かなたさんのこと助けてあげて。ひどいよ。誰も傷つけないで、自分も傷つかないで生きようなんて虫がいいのよ。その方がよっぽど汚いやり方だわ。殴ったのよ、いけない？向かってきなさいよ。追っかければ。瞬間を通り過ぎてもまだ進んでいくよ。
ただし、その時間、それから死、時間と死だけが全ての人間に平等で、この世で唯一絶対的なものなんだ。カナタちゃんってあれだよね、芸能人の、ほら、あの子に似てるって言われない？ああ、全然。いや、似てるって、みんな言ってるよ、なあ。それって誰のこと？適当言ってない？あれだね。なになに、かなたちゃん、花火足りてないね。え、今散々見たばかりだけど。だから物足りないってことでしょね、かなた。ああ、じゃあその辺のコンビニでも行って調達してくるか。よし、おい、行くぞ。当然。あ、救急車近いぞ。あ、ほらあそこ見えるよ。おい、見に行こうぜ。ってマジ？たまたじゃん、それって信じらんない。マジムカつく。あの男調子こいてんじゃねえよ。キレるぜマジで。何回目だっちゅうの。すげえ傷つくじゃん、それってかわいそう。あんた元気ないけど平気？元気出しなよ。うん、ダメ、めっちゃ落ち込み。食欲も全然ないしよ。痩せるかもよ。痩せるかも？いいね。あんた甘いからだよ。優しすぎるからその優しさにつけ込まれてるんだよ。元気出しなよ。うん、私もそう思うんだけど、私って優しすぎるかも。マジかわいそう。私たちが慰めてあげる。元気出しなよ。元気出しなよ。
情報なんだ。悪い、俺ダメ、バイトなんだ。ほら、ネパールっていう具体的な目標も定まったことだし、結構きつめにシフト組んでるんだよ。じゃあ、急いでるから、またな。自転車が止めてあったからね。いるのかなって思って。お葬式の時見かけてたんだけど、翔吾くんの方は気づいてなかったみたいだね。
すごくわかるよ。あ、ううん、ジョゴ君のわからないことはユイにもわからない。でも自分の気持ちがわからなくて苦しくなる気持ちはすごくよくわかるよ。くよくよしたりしんどかったり、そういう自分の気持ちそのものをゆえちゃん自身が分かってるから、それが大事なんじゃないかな。あのね、ユイの大好きな人にはね、ユイよりも大好きな人がいたんだ。ユイも大好きな大切な友達。友達いなくなっちゃったの。もういないの、どこにも。だからね、思い出すと今も苦しいよ。でね、ゆえの気持ちはその友達だとどっちが大きいのかなとか、ゆえの大好きな人はゆえのことよりもその友達のことを未だに思う気持ちが大きいんじゃないのかなとか。でも比べてみることはできないんだ。ゆえがどんなに頑張っても届かない、友達がいるところはここじゃないから。分かってるね。それでも比べようとしてるの、だから苦しくなるの。分かってるの、無駄なことしてるの。